ボックス馬券予想の天野葉月です。今週は京都競馬場で秋の牝馬頂上決戦となるエリザベス女王杯が開催されます。レベルの高いメンバーが揃いましたが、今回は距離実績を重視して予想をしてみました。それでは今週も皆様よろしくお願いします。本命に選んだのはミッキークイーンです。秋華賞オークスを優勝したディープインパクト3区の馬、前走の宝塚記念でもボバ相手に3着まで粘り込んでいたように、実力的には今回のメンバーでは最もレベルの高い牝馬だと思います。荒れたババでも好走した実績があるので、今回は本命に選びました。鞍上にも長年コンビを組んでいた浜中騎手が予定されているので期待したいと思います。続いて対抗に選んだのはモズカッチャンです。オークス2着、秋華賞3着と今年のクラシック戦線で好走した実績のあるハービージャー3区の馬、粘り強い競馬が印象的なので、今回のメンバーでも大きく崩れない信頼感は高いので2番手評価としました。鞍上にもミルコデムーロ騎手が予定されているのもプラス材料だと思います。そして3番手評価に選んだのがクイーンズリングです。昨年のエリザベス女王杯を優勝したマンハッタンカフェ3区の馬、エリザベス女王杯を優勝して以降勝ち星からは遠ざかっておりますが、ようやくこの馬らしい競馬を取り戻してきたように思えるので、馬券圏内の浮上は考えられると見て買い目に入れてみました。鞍上にもクリスチャン・デムーロ騎手が予定されているので、ミルコ・デムーロ騎手との兄弟ワンツーフィニッシュにも期待したいと思います。そしてルージュバックです。オールカマーを優勝したマンハッタンカフェ3区の馬、前走のオールカマーではしっかりと最後に伸びて5番を相手に優勝したレース内容は、能力の高さを改めさせるようなレース内容でした。牝馬同士のレースとなる今回は念願の G1 ダッシュが叶うかもしれません。今回は以上の4頭を馬単のボックス合計12点で的中を狙いたいと思います。今週は馬女メンバーがお届けするエリザベス女王杯の予想と武蔵野ステークスの3連単予想を配信しておりますので、お時間がございましたらぜひご覧ください。今週も皆様のチャンネル登録お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。